松浦信は、江戸時代中期の旗本。小普神奉行、長崎奉行、大目付などを歴任した。原文元年、松浦厚信の十一男として生まれた。法歴元年十二月七日、徳川家主家に、尾まみ氏、法歴十年九月二十六日家徳を継ぎ、法歴十一年書院版、明和二年三月十一日新没役。 明和3年12月15日、中を区番し、明和6年11月24日目付けとなった。安永5年7月7日浜御殿で失火があった際、過失により禁止し、30日許された。10月24日戦闘付けとなり、安永6年1月3日、15位下、腰中守に除任された。安永9年6月17日新番頭。 天明元年4月26日、小普請奉行。天明5年相次いで休止した土山佐信、戸田市武氏に代わり、7月24日、急遽、長崎奉行となり、当人屋敷、医療林協、馬場里で相次いだ火災の対応、三国丸の建造、長崎会所の改築、立山六における、武具湖の建設、当人屋敷の外囲い拡大等を行った。 天明7年3月12日大目付となり、完成2年琉球施設を体に関わった。文化10年死去した。墓所は東京都練馬区広野理事。ありがとうございます。